けど。欲しいかも。超尽くされたいやん、うん、でも愛したいし愛されたいじゃん。私が言ったから。え、怖いね。えぇ、ー、やだ。だからね、もう帰るって言って、うん、なんで帰追いかけてくんないの。パンパカパン。あかりです。かれんです。みなみです。ココロです。まるです。ファイブエモーションです。はい、今日の企画は恋愛心理テスト。イエーイ。キュンキュン。まあ、一応こっちから問題出すんですけど、一応その後に1人ずつその理由を答えていただいて、はい、例えば 1,2,3,4 の中から選んでその理由を答えて、その後にこっちがその心理テストの結果を言いますので、はい、はい、いいですか。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーバビュン。では第1問、リリン。白いバラと赤いバラを使って相手に花束を作ります。バラの本数は合計20本にしてください。20本。あなたは白いバラを何本入れますか。じゃあ白いバラ19本、赤いバラ1本。おー、おー、まあ、ちょっと欲しいかもでしょって感じですね。理由は、まあ、なんか見た目映える。私も一緒だった。びっくりした。え、赤を真ん中に白で囲んでバラでまた花を作りたい。うん、うん、そういうことか。あ、私重々かもしれない。重々で、あの色で分けるよりかはバラバラに入れて。あ、かわいい。かわいい。だから赤に白一本。おお、逆にね。逆にバラって赤ってあるから、うん、その中であなただけだよっていう特別感みたいな。情熱的ですね。白、白が特別感。あ、まる、うん、赤3本真ん中にこうやってハートみたいになって、白、かわいい。なんで白が、19、19、10本、1本、17本。この心理テストの結果は相手への尽くす度をかかる問題です。お、白いバラが多いほど尽くす度が高く、逆に赤いバラを相手に尽くされたい願望の度合いです。なので超尽くされたいやん、あれ、まあ19本のこちら尽くしたい、どちらかというと。私じゃん。で、半々、尽くしたい、尽くされたい。だって愛したいし愛されたいもん。で、1人だけバカみたいな、尽くされたい。これ尽くされすぎるとうざくなっちゃう。意外。尽くす恋愛しかしてない。私もそう。尽くされる恋愛にシフトチェンジしてこう。女子ってそう言うよね、追われる方が幸せになれる。そうだよ。そうしよう。 どうなんですか、逆の立場の人。わかんない、尽くしてると疲れちゃう、うん、だから尽くされたい。尽くされ、でもこっちも尽くしますよ、うん、だから多分1割尽くしてるで9割は尽くされたいのかも。わかんない。でも一番今で言うと彼氏のいる南が半々のやっぱり向き合いだ。確かに確かに。仲がいるんだ。でも愛したいし愛されたいじゃん。うわー、出てる、出てる、出てるね。やっぱさあるよね、そういうのってね。幸せになれば、この心理テスト当たってんだね。でもそう、南ってよく恋バナ聞いてると駆け引き下手。確かに確かに。めっちゃ下手しない、うん、いやでもその恋がいいんだよね、多分。駆け引き、駆け引きしたくない。駆け引きしないってどういうこと。しない、どういうこと。だからもう好きって言うし、言えなかったら言わない。相手がなんかちょっと気あるような態度取ってくるのもうざいから。だから LINE の返信を遅くするとかも無理。付き合うまいとか。相手に好きっていう行為が見れるまで自分から何もしない。え、それ進まないやつや。進まなくていいの、別に。駆け引きしたくないと怖いから。でも好きって来てくれたら、好きって相手が言ってくれたら、そう、順番にちょっと行く、頑張るってなるけど、分かんなかったら。じゃ受け身なんだよ。どういうこと。相手に行けそうな空気が見えないといけない。わかるわかる、それはわかる。怖いから。え、それ駆け引きで引き出そうとはしないと。しない。絶対引き出せる。駆け引きでさ、引き出す、引き出せるんだったらさ、他の人がさ引き出そうとしたら引き出るじゃん、うん、だからじゃあ私じゃなくて、その時に言い寄ったのがあの子だったらあの子に言ってたのかって考えて。メヘロメヘロメヘロですね。結論、ドメヘラ。ドメヘラだってそんなはずないもん、うん。いやいやいや、だってじゃあ私大好きで大好きでっていっぱい私がアピールしました、で付き合いました。でもそれアピールしたのが私だっただけで、私じゃなくて B 子ちゃんが、その子がめっちゃアピールしたら。だって顔と性格が違うじゃん。
違うんですよ。だって彼女持ちじゃないから誰でもいいと思ってたかもしれない。その時そのカモじゃん。ただのカモじゃん。カモって何？だって思ってたかもしれない。ああ、そうか。でそんなこと言ってるもん。全然違う。いやだから誰と付き合ってもこの人は誰でもよかったのに私が言ったから。え、怖いね。やだ。ちょっと丸を超える人入ってた。怖い。めっちゃ見えるね。でも若干わかる気がする。わかるよ。わかる。いや、スカイピースさんの YouTube でも話したんだけど、自分から好きになって自分から言っといて相手が選んでくれたことに自信を持てないの。だからさ、なんかさ、両思いってすごくないって思ってた。すごいのよ。なんかでもそこに別に自信になる。でも両思いを信用してない。間違いない。間違いない。絶対いるんですよ。いるいる。じゃあさ、逆に好きな人ができた時にさ、誰かに取られたくないって思う感じはないの？取られたくないも何も自分のもんじゃないから、え、どういうこと？わかる。どっか行ったら、ね、わかってない。え、じゃめちゃくちゃ受け身ってこと？受け身じゃない。え、じゃ向こうからガーって来られたら嬉しいの？それも気持ち悪い。詮索もしないし、来られたら怪しいの。私に来るわけないから。だるひだるえ、付き合ったらどうなの？ずっとそのままなの？気持ち付き合って相手が本当に安心できる人だって分かるまで無理。でもだから出会った、うん、そんなことないから。え、ずっと半信半疑で。ずっと半信半疑。え、じゃ楽しくない？いいよ。楽しいだけど、ね、付き合うまで1年とか半年とかかけるタイプ？いや別にではないか。友達から彼氏に行けないタイプ？え、ちょっと友達からは絶対。え、信用してるつもりです。頭ではそうしたいだけでしょ。信用してしたいんです。したいだけでしょ。でもできてないんでしょ。自分だから毎日会ってでも毎日連絡取ってでもしたいけど、して安心したいんですよ。いや安心なんて無理だよ。あれちゃん、なんか恋愛してない間にメンヘラに発展してた。もっとそんなんじゃなくて綺麗さっぱりだ。もうやだ、怖いよ。メンヘラなの？メンヘラの恋愛はしないんだなと思って。壊れる恋愛はしたことない。そこまでちょろい単純、うん、向こうから来てくれれば単純。向こうが今日好意を見せてくれたら一発だから。あー、そうじゃん。ガッチガチじゃん。だから簡単に割れると思う。そうじゃん、確かに。そうじゃん。ドストライクの人が来たら簡単に傷つくんだよ。で勝手に信じてたのにって多分言うんだよ。めっちゃめんどくさいじゃん。しかもさ、相手を信じたいけど信じてないから。めっちゃめんどくさい。信じてないのが相手に伝わるの。めっちゃめんどくさい。リーダーめんどくさいでしょ。リーダーを落とすにはめちゃめちゃ好きをアピールして、しかも自分にその他の女の影を全く見せず、好き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 ってやればいける。でも付き合おう。そうだね、そうだね。でも初見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 がない。本当にそれがない人じゃないとダメなんだよ。もしその影が過去にあったのでもやんじゃん。過去でも隠すのがない。過去、え、なんか違うの違うの。合成しなかったらダメなんだ。合成したんだけど言っとかなきゃいけないと思って、過去にこういうことがあったんだ、はい無理ってなる。言えなってことでしょ。でも言わないで、誰かから聞くのも嫌だし本人の口から聞くのも嫌だから死ぬまで墓まで持っていけない。じゃあもう分かった。北海道と沖縄の人で恋愛すれば何も起きないから大丈夫。恋する週末ホームステイ。でも経験が豊富な男の子の方が嫌だ。一途になった時、一途じゃない分かる。そんな人になったことまでの時間がかかる。そうなんよ。かかってないから年齢的にまだ無理じゃない。無理だよ。何歳になったらだって無理。あの大学以上、大学生もダメ。それがもう恋愛を終えた年上の男性みたいな。そう、年上怖いじゃん。え、じゃあ年下は？やだ。同い年？やだ。え、犬がいるじゃん。年上？犬とか？ペットよ。犬とは。確かに裏切らない。裏切らない。確かにね。犬とか。他の女連れてこなきゃ。めっちゃいい顔が。でもダメで、他の女がピョンピョンピョンってそれは彼やんじゃうから。ペットにヒステリックを。名前今日飯出した。ダメだ。そうだよ。懐かないペットじゃない。シェパードとか買った方がいいかもしれない。警戒しますシェパード。ウーパールーパーとか買った方がいいかもしれない。学校行かないで。ウーパールーパーは好きだもん。あれだけ掘られて嫌だ。みんなのこと知りたい。今度掘る。掘れねえ。やめよ。だって一番めんどくさいもん。一番ちょろいし。やだ。成長そう。メンヘラ脱してそう。じゃあカレンよ。いや脱はしてないよ多分。脱はしてない。一番ひどい子が現れちゃう。メンヘラ気質なだけであって、メンヘラは相手によって起こす。あ、じゃあ相手がメンヘラなのか。付き合ったら絶対一緒だよ。今付き合ってないから今そんなこと言えてんの。絶対上回ってまためんどくさくなる。いやこれを上回るの私。だって正直。
だって迷惑かけてない。私迷惑かけるそうだよ、私かけてないから。自分の思い出してみなよ。確かにだいぶ周り迷惑かけてるから。野村さんも何時間も外で待った。そうじゃん。みんなの連絡を古めちしてしたね。分かったよね。私と一緒にホテル入ったよな。鬼ごっこして追いかけ入っこした。最終的にホテル取ってよし一緒に泊まるよって。ホテルで泣きながら一緒に寝てたんだ。あのね、私追いかけんのよ喧嘩したら。逃げる方も逃げる方絶対に引かないし、引かないから相手逃げざるを得なくなるから。彼捨てる。いや、でも引かないでってすがりつく。いや、だよね。もう帰るって言って、なんで帰追いかけてくんないの。100m ぐらい歩いて振り返って追いかけるよって言う。で、戻っちゃうでしょ。タイプないよ。ワンドタイプだね。女の子はめんどくさいね。めんどくさいけど、やばいよこのグループ。さっぱりしてる人もいるけどね。愛されたいし愛されたいんだね。愛されたいし愛されたいけど、なのに尽くすっていう。誠実な人ね。返してもらいたい分尽くすみたいな。全然見返り求めてない。浮気しなきゃ連れていくの。それがそう、それが見返り。浮気しない人いるのかな。したら袴で持っていく。浮気しない人はいないから。だってマルの好きになる人毎回ヘロモンだもんね。いいなよ、ほっといて。